はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はジバニャンウサピョンの妖怪探偵団犯人妖怪を見つけ出せゲームで遊んでみたいと思います。じゃん。セット内容こちらです。ボードにカード、そしてルーレットにコマ4つ、そしてメダル4枚です。付属のメダルは桃太郎ニャンのホラメダルとキジニャン、そしてジバコマとロボニャン F 型です。ではですね、ゲームの準備なんですが、まず依頼カードがこちらですね。脱線者を探し出せとか、コマさんを探し出せ、依頼がここに載ってますね。ソフトクリーム連続人かじり事件とか、いろんな事件が起きてます。この依頼カードをシャッフルして、で半分に分けて、イナウサ不思議探偵者、そしてケータの部屋に置きます。続いてターゲットカードですね。いろんな妖怪がプリントされてます。マーク・シャッチーバーグとか、ウンチクマ・レジェンドとかもいる。これ見てるだけで面白いな。花ほじんもいるね。赤鬼とかも。要は依頼カードに書かれてるこの妖怪ターゲットを見つけるっていう、そういうゲームですね。わ、ガシャドクロとかも。コマスさん、カラクリ弁慶、ロボニャン、ピントコーン、かわいいな。ムカムカでワカメくん、六六首、ビシニャン、ブシニャンね。ターゲットカードの裏に、ひょうたん池とか置く場所決まってます。最大4人プレイなので、ジバニャンとケイタくん、ウサピョンとイナホちゃんのコマがあります。イナウサ不思議探偵者のご依頼カードがこちら。どんぶり系妖怪連続殺人事件、ひもじいを探し出せ。食べ物があるところにいるようだ。どこ？妖怪ウォッチのルーレット佐藤。3マス。ウサピョン3マス。1、2、3。ルーレットいきまーす。3か4か5か6。これは4かな？はい。1、2、3、4。これなんて書いてる？イナウサ不思議探偵者のご依頼カードを1枚増やす。最大2枚まで。ご依頼カード2枚目。ガブニャンハザード2。ガブニャンを探し出せ。感知とかクマがガブニャンに変わってしまってる。人のいないところにいるのが本体のようだ。まずひもじいの件片付けよう。おそらく桜町フラワーロードにいるはずなので。3マス。1、2、3。で、ターゲットカードめくります。カモン。はい。ターゲットのひもじい見つけました。太陽事件、どんぶり系妖怪連続殺人事件、OK です。ご依頼カードの右上に星があるんですけど、これを先に10個集めた方の勝ちです。一通りやってみたんですが、結構面白いですよね。イナウサ不思議探偵者を実際に体験できるっていうね。2人から4人まで遊べるこちら、パーティーゲームにおすすめです。